ちに夢と感動をというスローガンを掲げました。一生懸命さであったりひたむきさであったりやり抜くというところをぜひ皆さんに見ていただければと思います。チームで一番最初にゴールを決めましたけども、今年はどうでしょう。ぜひ取りたいです、はい。去年一番最後にゴールを決めた赤村北斗選手なんですけども、今年はどうでしょうか。いや、まあ、もちろん狙いたいですけど、まずは守備から頑張りたいなと思います。厳しいシーズンになると思うので、しっかりサポートしてもらえれば、助かると思います。皆さんこんにちは。自分たちのサッカーを信じて頑張っていきますので、今シーズンも熱いご声援よろしくお願いします。 J2 からプレーオフで上がったチームは、まあ、3年連続1年で降格しているというジンクスもあります。ただ我々はそのジンクスを絶対に覆す。シーズン終了後にはしっかりと J1 に残ってより上を目指していい成績で終われるように頑張りたいと思います。今年1年間ぜひとも熱い声援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。